どうも、R78 です。皆さんこんにちは。今映っているこちらのお魚、なんだかわかりますか？そう、アルワナです。アルワナのベビー、幼魚ですね。さて皆さん、こちらのアルワナなんですけど、なんというアルワナかわかりますか？ちなみにこちらのアルワナはどうですか？ちょっとね、上から見ているんですけど、なんだかわかりますか？こちらの方がね、見やすいかな。さっきと同じ種類だと思いますか？すごい似てますよね。サイズはね、結構違うんでイメージが変わってくると思うんですけども、最初に映った魚とね、こちらの魚、実は違う種類のアロワナなんですよ。分かっちゃった方はかなりのね、熱帯魚通だと思います。大型魚アクアリウムアロ78チャンネル。淡水、どうも、アロ78です。というわけでね、今回はブラックアロワナを購入したというね、お話になります。今回はね、チャームさんで購入しました。毎度お世話になってます。こちらなんかの部品です。そしてコリドラスの餌ですね。前回ね、コリドラス紹介しました。お試しでね、ちっちゃい餌買ってみました。で、これアロワナの餌ですね。レッドバル、ちょっとね、ちょっとお高い高級餌っぽいかな、雰囲気的に。はい、からの領収書7500円、ブラックアロワナ7500円でした。はい、というわけでね、今から開けていきます。さて、開封いくぜ。ブラックアロワナのベビーなんですけども、個人的にはなんかシーズン4月みたいなね、イメージがありますね。で、どうだろう、ツイッターとかいろいろ入荷情報とかマニアさんのツイートとか見てたけど、1月水くらいから入り始めてたのかな。でもやっぱり入り始めはちょっと値段が高くて、まあね、後々ちょっと下がっていくようなイメージですね。ただね、今年なんかちょっとね、やっぱいろんな影響があってちょっと高い気がする。なんとなくね。はい、というわけで出てきました、ブラックアロワナベビー。はい、というわけでね、まあ少し大きめかな。もっとね、小さいと黒くて本当にか細いんですけども、これは7センチ8センチくらいあったかなっていう気がしますね。まあ割と安心だなっていうふうに思いました。水合わせをねする際なんですけども、まあせっかくなのでね、しっかりとね、ちょっと撮影してみました。7センチか8センチくらいあったかなっていう風に思いますね。かなり可愛いですよね。ブラックアロワナはね、もうね、本当にね、もう自分の中でも結構好きな種ですね。なんかね、レアっぽいイメージがある。まあ、シルバーアロワナに比べると、まあ、弱いとかね、いろいろ雑誌とか、まあ、本とかにも書いてあったりするんですけれども、やっぱね、そう思います。確かに。で、流通量もやっぱ少なかったり、まあ、そりゃそうですよね。その繁殖パワーとかも多分シルバーアロワナとかよりも弱かったり、生命力の分でもそういうところでシルバーアロワナより劣っちゃうのかなと思うんですけど、やっぱ流通量がやっぱね、少ないとか本に書いてありますね。なのでやっぱ値段もね、ちょっと高価になっちゃったりとか、まあ、飼育するのもちょっと難しいなんて書かれたりしてるんですけどもね。まあブラックアロワナこれから飼育していくんですけども、実際どうなのか、まあもちろんね、健康に大きく育てたい、まあ、それがやっぱ一番楽しいんですけども、例えばね、混泳させたくなっちゃったとか、餌付けどうしようかなとか、最初の餌は何与えればいいのかなとかね、まあ自分自身もこれからね、学びながら、いろいろ試しながら観察をねしていきたいと思います。はい、で今回飼育する場所なんですけども、飼育水槽ではなく、こちらサテライトというねアイテムを使ってね、やってみたいと思います。まあ、今回ね、まあ、メインの水槽はまあ60のワイド水槽なんですけども、まあそこにね引っ掛ける形になりますね。はい、とりあえずこちらいただき物なんですけども、サテライトですね。まあ、飼育ケースというか隔離ケースというか、これもらっちゃいました。これ買ったら1500円ぐらい、1600円ぐらいかな、するみたいですね。これね、今からね、つけます。そう、これいつか使ってみたいなと思ってたんですよ。飼育しようかなと思います。これ
ここにこうついてだね。でここでエアーの力できっとここにエアーチューブさして水が出てくる、水が外に出ていくっていう感じだね。で蓋はしっかり閉めるという感じですね。いやはい、というわけでこちらね、あとここにちょっとエアーチューブ刺すだけなんですけど、どうでしょう。ちょっとね、まあ汚れているんですけどね、これももらい物ですからね、ただですからありがたいですね本当に。はい、今ねここつなげました。でここなんですけども、エアーの、ね、理由をちょっとでかくします。いやすごい、普通にこんなに出るんだ。こんだけ出れば十分だよね。ここにね、まあ、エアポンプあるんですけど、もうちょっと強くできそうだけど、こんな感じです。まあ、でもこんだけちょっとずつだったら、ちっちゃい幼魚とかもね、その水流に怯えずに過ごせるんじゃないかなと思います。こんな感じです。今水が出てきて、いやちょうどいいですね本当に。水量とかも、いやこれはいい感じですね。はい、ということでね、これこんなにボコボコ言う？これ。あとちょっとですね、これが、ここから水槽流れてきますね。ちょっとエア強くしました。あ、流れてくな。お、来ましたね。こうやって流れてくんですね。はい、なるほど、なるほどね。はい、というわけでね、私初めてサテライトというのを使ってみましたけれども、まあね、水槽内でスペースを取らないで水槽外でねスペース作れるんでね、まあそういういいところがあると思います。でね、しっかりと蓋はね、まあ隙間なるべくないように、まあ空いたところはちょっとウールマットで自分塞いだりとかするんですけども、とにかくね極力隙間がないようにねしましょう。それではね、いよいよ水合わせをしたねブラックアロワナをサテライトの中に入れます。ちょっとね、水サテライトの中に入れすぎちゃったんで、溢れちゃわないようにね、外側にしっかり水槽内に水が流れるように慎重にね入れてます。あ、やべえ、ちょっと水多すぎたなって思いながらね慎重に入れてます。観察ケースね買ったんですけど、そのね観察ケースでもはやもう水合わせしたと言っても過言です。すいません。はい、しっかりに、まあバケツで水合わせした後に観察ケースに入れてからのサテライト、イーン、泳ぎましたね。まあ、サイズ的にはまあ大丈夫なんじゃないかなって思うんですけども、まあね、こんな感じです。まあ、もちろん理想はね60センチ水槽とかね、いいと思いますよ。やっぱ60センチ水槽がいいんじゃないかなってやっぱ思いますよ。はい、でこちらね数秒後なんですけど、まあかなり緊張してこわばってるというか硬直している印象のブラックアロワナベビーさんです。ビビリですね。はい、でこちらがね泳ぎ始めて15分ぐらい経った時のブラックアロワナベビーです。まあね、初日なんで相当緊張したり移動のストレスとかもあるかもしれないんですけどね、まあこれから餌などをね餌付けていこうというところです。はい、というわけでね、餌やりの風景ですね、翌日なんですけれども、今落としたのは冷凍の赤虫ですね。まあ、割といろんなところに売ってるんじゃないかなと思います。近くのね、なんだろう、でっかいスーパー的なアクアコーナーっていうか水草コーナーみたいなところにもね売ってましたね、自分のところでは。はい、てな感じでね食べるんですよ。あの冷凍アカムシはね、まあ、ダトニオを
まあ、幼魚のねダトニーを、まあ、自分でよく買ったりしてたんですけども、まあ、最初の餌ね冷凍赤虫が多いですね。まあ、自分基本的に生き餌買わないので、やっぱそのコスパの問題で、まあ冷凍赤虫がね、まあ、最初食いつきいいなと思ってるんで、まあ、冷凍赤虫でチャレンジすることが多いです。まあ、どうしても食べなかったら生き餌買ったりするんですけども、まあ基本食べると思います。でやっぱりね与えるときは慎重に、驚かさないようにそーっとね近づいてそーっと落としてあげるとか、そんな感じですね。もうね本当にビビリなんで、特にベビーの個体っていうのは、まあ、特にあと水槽移動した時とかやってきたばかりの時はすごいビビって神経質なので、そーっとねカメラ向ける時もそーっと、まあ、この日はね、まあ、そーっとうまくできたのでね、アロワナカメラに気づいてないのかね、撮影させてくれましたけども、ビビっちゃうともうじっとしちゃってしばらくねちょっとまあ餌与えても反応しないなんてこともあるんでね、まあ、慎重に餌を与えるのがいいと思います。そんな感じでね、まあ、自分は慎重に餌を与えます。食べるところを見ると安心します。そんな感じですね。じっとしていることが多い。まだビビってますね。はい、というわけでちょっとビビっちゃってますね、ブラックアロワナが。こちらブラックアロワナね来て、まあ、ちょっとね数日経ちました。約1週間くらいですね、5日くらいか。でやっぱりそのここですね、ちょっとサテライト飼育ね問題なく赤虫とかもよく食べてるんですよ。まだねちょっとカーニバルにはまだ餌付いてないんですけども、赤虫よく食べてるんですけど、やっぱね糞がこう下に溜まってしまう。あとはカーニバル試しに入れてみても、カーニバルなかなかすくい取れ、まあ、ここ開ければいいだけなんですけどね、すごいびっくりしちゃうんですよね、ブラックアロワナが。で糞をこうポンプでここ吸うにしても、まあ、水こうガーって一気にすげえ一気にプワーって減るんですよ。まあそれもブラックアロワナがビビってしまうっていうのがあるんで、サテライト飼育ちょっとね難しいんじゃないかなっていうふうに感じました。まあ、ちょっと餌を与えてみましょう。びっくりしてるのが強いな。はい、というわけでね、まあブラックアロワナがね撮影中とかにビビってしまったりね、まあ撮影してなくてもそうですけど、ビビってしまうとね、まあこのように固まってしまって餌を食べないという、そういうことがあります。あとやっぱねさっき言ったように、こういうね小さいケースで飼うこと、まあ、メリットもあるんですけども、まあ、デメリットから言うとやっぱりね非常に不衛生というか、まあ、水の回転もやっぱり悪いなと思うし、糞が下に溜まる、食べ残しも溜まる。で食べ残しなんてね、まあ放置するとカビちゃったりするんでね、でメンテしようと思っても、まあ、魚がすごいビビってしまうっていうのもあるので、まあ個人的にはやるなら短期間、すごい小さいうちをちょっと餌に慣れさせるために少し飼育してみたとか、喧嘩がひどいからちょっと隔離するとか、そういう感じがねいいんじゃないかなっていうふうに思います。またね後日の動画でも、まあ、うまくできたら編集しようと思うんですけども、まあ、とにかくねブラックアロワナ弱い面があるので、まあ、本当に水汚れてしまうと、まあ、体調崩したりとかねいろいろしてしまうので、まあ、もしやるんだったら本当にねまめなメンテとかこまめなメンテというか心がけることだったり、まあ、狭いところで飼うっていうのはね本当短期間になるべく短期間にした方がいいなっていうふうには思います。まあ、メンテナンスの様子なんですけどね、まあ、ご覧のようにサテライトケースって小さいじゃないですか。でまあねブラックアロワナ自体はこうやって餌を食べることによって糞を出して、で糞が下に溜まりますよね。でこれをまめにメンテするわけなんですけれども、まあ、汚いですよね。まあ、例えばホースを突っ込むと、まあ、ご覧のようにねすごい太いホースがこうやって入るとブラックアロワナもびっくりするなっていうのはなんかねもう写真で伝わるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ糞を吸い出すんですけども、まあ小さいケースなんでね水量も少ないじゃないですか。だからギュイーンと水が減るんですよね。まあなのでまあそのためにブラックアロワナをびっくりするっていうのもあるし、まあ綺麗にしなきゃいけないんでね、もうほんとまめに、まあもっと慎重にね水抜く量も少しだったりとかもできると思うんですけどもね、ほんと大変ですからね、まあ、ほんと大変なことができないとで飼えないですね。
まあ、まめにメンテしましょう。はい、というわけでね、こちらがサテライト飼育したブラックアロワナ、約1週間ですね、ほんと7日くらいの様子になります。意外と成長したんですよね。まあ赤虫で育てたんですけども、多分ね 0.5 ミリから1センチ、1センチはちょっと言い過ぎかもしれないけど大きくなった。でもなんか少しねがっちりしたし、あのヒレ来た時ね、ヒレがねすごいヒレ先弱々しかったんですけども、なんかヒレがねしっかりしてくれたなっていう風に思います。ちょっとね比べてみないと分かんないですよね。あの動画の一番最初の方に戻ってみてね、ちょっと皆さん比べてみてください。どうでしょうかね、だいぶ成長しましたよねと思うんですけど、はい、すいません、見やすくねちゃんと置いておきますよ。というわけでね、画像を並べてみたんですけども、上が2月1日やってきた日ですね。で、下が2月7日、まあ1週間後ですね。比べてみると、あれ、あまり変わらないとか思っちゃったんですけども、まあ泳いでるところを見るとなんかだいぶ違ったんじゃないかなっていうふうに思いました。1センチも成長してないかもしれないですけど、なんかヒレがね、なんかいい感じに綺麗になって、体が少しがっちりしたかなっていう印象が個人的にはあると思いますが、どう見えますか？この1週間はね、個人的には長かったですね。結構ね、飼育大変だった記憶があります。こちらのブラックアロワナ、このままね60ワイド水槽に放たれるわけですが、ブラックアロワナのことを考えていたら、なんと私こちらプラチナのブラックアロワナではないよね、ではないよね、え、プラチナではないよね。ブラックアロワナ追加購入してしまいました。続きはまた後日このチャンネルでねアップされていくと思いますので、どうなるでしょうか。ちょっとね小さいですね。これがもうブラックアロワナの幼魚って感じですね。6センチくらいかな、どうでしょうか。またねよかったら見てください。次号ブラックアロワナ混泳開始。